釣りバカ日誌始まってる。いいね。なんだ？か、来た。どうも、23時釣り人ライバーのかなえです。うわあ、ちょっと嫌かも。なんで？天使の方がいいかも。そっか。天使のかなえです。結構あるな、それもそれですごいな。犬が僕の家の前にいる。犬を撫でようと思った。犬が家の中入ったら怖。嬉しいじゃないですか。撫でらんない。撫でらんない。なこれ。撫でらんない。虫一回な、虫じゃないわ。え？犬一回撫でたらもういいからみたいになりません？もちろん。犬のこと虫って。違う。犬って言った。本心だよねあれが。本当の心。ん？どっち？犬だと思ってます。虫はうっかり虫の話してたか言っちゃった。うっかり。一応収穫だー。取れ取れ。収穫だー。取れ取れ。いや、取らない方がいいですよね。うん。取るばかり。緑さんがもう。すごい。おお。いちごの色思ったんと違うけど、こんな感じなんや。ちなみにいくらぐらいだと思います？いくらだろう。一個ですよね。いや、もう合計で1個じゃん。1ウェーブ分。え、でも3000以上いきそうだな。こないだだって5000。なんとかニップの時、めっちゃもらったもんな。これじゃあ6000。じゃあ僕はね、24000。え、そんな行くの？そんな？いや、わかんないよ。かなえさんが言ってる。どっちかわかんないよ、どっちか。そんな行くかな。そしたら嬉しいな。ちなみに僕はここの畑を工場と貸してるときは1日10万のときとかあった。さあ結果発表。ドキドキする。結果発表の時間だ。ドキドキする。楽しいゲーム。これマジで楽しいね。いやまだね、春だよ。こっからこれがまだもっと楽しくなれるってこと。楽しい、すごいよ。夏に行って、うん、夏に行って、え、うん、次なんだっけ、秋に行って冬に行く。、うん、冬が一番面白い。へえ、冬が面白いんだ。牧場物語の冬って渋かったから。うわ、なんかすごい、あ、すごい、最終がレベル2になった。1万か。農業のレベルが4になったから、鉄の柵と保存じゃと。1万でも多いか。うわうわ、なんか手紙が来てる。午前中、雨の午前中にしか釣れない魚って誰？誰？早く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 コメントしろ、早く。うわー、偉そう偉そう。早くしろ早くしろ早くしろ。偉そう偉そう。早くしろって言ってんだよ、この俺が。痛い痛い。あ、なんか龍泉さんが傷ついてる。大丈夫。ぶたれた。あ、ぶた、ぶたの？生徒監視録書いつもぶってる。ジオード割ってもらう瞬間大好き。早く物をいっぱい寄贈したい。よいしょ。てかさ、木とかも春の木とかあるんかな、これショップのやつ。あ、木はなんか楓とかあるよ。季節感あるの、こいつらも。ナマズあるとしたら、なんかリンゴとかやんなきゃいけないのかな。ナマズ、他に雨の日に釣れるバンドの魚いるかな。出た、右足。ちょまげ、どうも、ちょまげ小僧です。ちょまげ、どうも、ちょまげ小僧です。右足。ナマズ、ボンジュール、イソギンチャーです。ナマズ、ちょまげでこです。ナマズ大好き。レオスのひき肉すごかったな。でもさ、あれ、あれがうまいのは本当に樋口さんがうますぎるから。直前にやったやつ。あれ、イソギンチャクじゃなかった？そうそうそう。あ、そう、それで似てなくて、なんか樋口さん、あのレオさんがその、そうで、いや、こうだからって言って、あの樋口さんがやったのが似すぎてて、それをそのまんまモノマネしたのがめちゃめちゃ似てて、いや、レオス音程バッチリみたいになってたけど、うわ、それが悔しくて配信で、いや、あれは樋口さんが上手いからだからってめちゃめちゃ言っちゃった。あれは樋口楓を真似しただけで。そう、レオスさん、レオスが上手いのは樋口楓の真似が上手いんで。そう、音程バッチリ取れてるのはそうだけど、でも、
でも樋口さんだってうまいんだからってそう言っちゃった。選手権したらね、多分楓ちゃんが優勝するよ。いや本当にうまい。センスだろうってならない、うん、いや、音程が超取れてるもん。あのアドバイス良くなかった？あのなんか思春期が足りないよなーって。あ、良かった。何そのアドバイスと思って。いいアドバイスだった。でもそれであのレオさんの中のひき肉が覚醒していた。いい話、うん、生徒が裏話ってやつですな。僕それの話全部聞いてなかったんだよな多分。そのは話の下り、はあ、右足かって思ってた。うん、で直前にさ、うん、右足やってってなったじゃん。僕嫌がったもん普通に。いやそう普通に嫌そうにしてた。うん、いや右足でも僕はいいよ、右足が一番かっけんだよってみんなでいいな右足かっけんだよって。ちょっとちょっとこう乗せに行った感じは否めない。そうとか言って、うん、そうかってなるよ。じゃあやるか。もう一番かっこいいって言われたらねそりゃ。うん、明日はフラワーダンスっていうお祭りがあるらしいよ。お祭り楽しそう。あ、そろそろジョウロ取り行ってもいいかもね。今日あたり誰かと。もう取ってきたよ。え、もう取ってきたよ。やってみ、ジョウロ。どうやんのこれ。長押しかな。どう。本当だ、行くぜ。フラワーフェスティバル、おじいさんと一緒に出ようかな。え、それ僕が貸したチョールじゃない？いや、違うの。ん？長押しなかったっけ？普通になんか挙動がうんちなんだけど。ちょっともったいないよ、あんた。え、ちょ、貸して一回。貸して、ほいほい、あれ、ぽいできない、ぽい、あれ、チョールぽいできない。画面の下の端とかにぽい詰めよ。ぽいできないよ。え、もっと長く押してみて。分かった。おお、え、なんかね、やる前にね、ふーんってなる。あ、そう、溜めてんだよ。ふーんって力を。うんちじゃん、うんち。うんちやめて。踏ん張ってんだ。うんち、うんち踏ん張ってる、やめて。うーやめて、リアリスリアリティを出せないで。うーってやってる。ねえ、宿女なんですよ、二人とも。うーって。やめて、うんこ力む音やめて。ね、これ力む挙動じゃん、こんなん。やめなさい。すごい。うんち。うんちで喜ぶんじゃない。うんちじゃねえ。うん。うんごは誰かと踊れるの？なんかカナエさんに誘われた。誰もいない。あ、これね、奇数だとね、こういうことが起きるんだよね。あ、みどりさん。みどりさん。僕がハブられるとこだった。あ、こうやっ、そういうことか。じゃあ早めにしなきゃいけない。でもサンゴさんだけ全然違う衣装着て全然違う踊りしてて怖い。やだやだ、恥ずかしいよ。全然違う服着て全然違う踊りしてるよ、サンゴさんだけ。サンゴさん、ごちゃだけなんかあれだな、あのなんだっけ、音ゲーなんだっけ、何、リズム天国で間違えてる人みたい。恥ずかしいよな。あ、恥さらし。とっても楽しかったって言ってる。でもサンゴさんは良かったね。まあ、なら良かったね。恥ずかしいとかじゃないなら良かった。心に傷を抱えたまま優勝は帰ってきた。